今回は思考停止してがむしゃらな努力やめようぜということについてお話ししていきますいやあ僕のチャンネルでまあ人生変えたかったらとにかく食事とか睡眠とか運動とか本を読むとか副業しようとかとりあえず努力しようっていう風うに言ってるじゃないですかただあのあもうなんだろうね がむしゃらにこれだけやっていればいいっていう風なわけじゃなくてだって努力が報われるんだったらみんな特に幸せになってますよねただそうじゃないってことはやっぱ努力にも報われない努力無駄な努力とかあるし非効率な努力だってあるわけなんですよ 努力とかか小さななな時間でで大きな成果を得たいいじゃないですか例えば学校の勉強方法とかねあの僕たち学校の勉強って社会に出て何の役に立つのかなっていうふうに思うじゃないですかだから勉強って役に立たないんだっていうふうになってでんなら社会人になったら勉強しなくていいっていうふうにでまあ日本の社会人の94%ぐらいは1日に1分も勉強してないらしいんですけどで社会に出たら税金とか本業とか副業とかメンタル管理だったりとか。 保険のことだったりとかあの結婚するかどうかとか新しいテクノロジーとかむしろ学ぶべきことってたくさんあるわけなんですけどただ障害学習の意欲薄れてますよね。学校で習った勉強方法ってなんかマーカーを引くとか黙読するだったりとか忘れないように漢字とか英単語のスペルを何度もあの書き直すだったりとかあれって脳の構造的に何にも勉強しないよりはマシだけどコスパ悪いよねって時間の割に労力見合わないよねって話なんですよね。それよりも、た例えば今僕がやってるみたいに、 マインドマップに自分の考えをまとめて喋るだったりとか、まあ、人に説明するだったりとか相手に分かってもらえるような例えを考えるだったりとかアクティブラーニングが非常に効果的なわけなんですよ。とか勉強した後は目を,休めるのあの目を閉じるだったりとか脳を休めるとかあの勉強した後にはスマホを触らずに昼寝をするだったりとか夜寝る眠る前に勉強するとか外部からの情報をシャットアウトすることによって直前に学んだ情報を脳が整理整頓してくれるわけなんですよね。 とかあの時間を空けて何度も繰り返し学習するとか人間はその脳の処理能力を高めるためにあのなんだろう全ての物事を忘れるようにできてるわけなんですよねじゃないと脳があっという間にオーバーヒートしてしまうからだからあの僕たちはすぐにいろんなものを忘れてしまうわけなんですけど何回も思い,だ思い返そうとすることによって僕たちの脳みそっていうのはあれこの情報を何回も思い出そうとするということは生存に必要な情報なんじゃないのかだからこれは長期記憶の棚に置いておきますねっていう風に。 いいろんななな物事をいつでも引っ張り出せるるような状態になるわけなんですよねけどそんな僕たち学校で習ってないじゃないですかだから非効率な勉強方法で勉強することって無駄なんだ学校の勉強って楽しくないんだみたいな風に思っちゃうわけなんですよねし小さな努力でさっきの僕がお話したような勉強方法とかを学生のうちからやっていて学校がちゃんと教えてくれていたらそのなんか朝から晩まで学校の勉強のあとは塾で勉強してその後宿題やってみたいな風にずっと勉強づけじゃなくて。 同じぐらいの点数を、まあ、あの80点とか90点とかもあの1日1時間ぐらいの勉強とかで、うん、取れますと。で残りの時間はせっかくの青春時代を友人たちとたくさん遊ぶこととか,とか思い出を作ることとか部活に一生懸命取り組むこととかいろんな趣味を探すこととかに使えたかもしれないわけなんですよね。そう人生の時間って有限なんですよだからこそこの限られたリソースを効果的に使わなきゃいけなくて。 どうでもいいやつと飲み,飲み会とか時間を使うと残りの人生で親友や家族と過ごせる時間が減っていくわけなんですよね。で自分の人生にインパクトを与えないようなしょうもないようなネットニュースだったりとかアンチコメントを書いたりとかあの身の回りの人のゴシップとかをしてるうちに言ってる間に自分の人生終わっちゃいますよって話なんですよね。だからこそ間違った努力とか効率の悪い方法とかやめませんってそしてあの全ての努力の成果が,が成果に結びつくわけではないけど。 その僕たちが試行錯誤したとか失敗したとかそういう経験って残りの人生でずっと蓄積されていくからいいつつかか役に立つ時が来るかもしれななわけなんで,すよ、ね、で何よりまあ成果が出ないっていうことはその僕たちがやっている努力っていうのはちょっとやり方悪いんじゃないのっていうふうにあの創意工夫も考えましょうと努力とあの考えることと行動することをセットにしましょうって行動するだけの,そのなんか根性論とか気合とかで解決しようとする体育会系の人たち。 の時代はもうというのもあの僕みたいにその内向的で人見知りで自信がないような口下手な人たちってやっぱり声がでかいスピーカータイプの人う陶とうしくないですか <laughs> あのなんつったらいいのかな僕たち自信ないじゃないですかそういう人に対して「もっと自信持てよバンバン」みたいな風に言ってくるやついるじゃないですかでもっと自信持てよっていう風に言われて「分かりました」「もっと自分に自信を持ちます」「あなたの言葉で自信を持てるようになりました」っていう風になるんだったらそもそも「自分自信ないんですよね」みたいな風な悩み浮かばないじゃないですか というのも理解できないような体育会系の残念な人たちの話をあの放っておいて何、うん、て言ったらいいのかなその僕たちがやってる方法ってあ例えば副業をやっていますっていう時になかなか成果が出ませんでした3ヶ月ぐらいいろいろ頑張ったけど成果が出なかったのでもうやめますっていうふうに YouTube とかブログとか SNS マーケティングとか大抵の人たちがすぐに挫折すると思うんですけど今やってるやり方って その非効率すぎて報われるのが5年後なのかも10年後なのかもは,あのはてまたあの400年後なななのかもしれないわけなんですよねそうじゃなくて自分の頭で考えてもっとこういうこの無駄を減らせるよねとかこういうやり方やってみようかなとかモチベ管理のためにこういう変化を加えてみようかなっていうふうにやることによって僕たちが望んでいる成果が手に入るまで。 400年どころかあの10年とか5年とか1年とか3か月とかそうやって自分の望んでいる成果が成し遂げられるまでの期間を短縮することができるわけなんですよね。できるかもしれないわけなんですよね。そしてうん僕たちはね期待値が高すぎるんですよね。これぐららいやったら あのすぐにか金が稼げるようになるだろうとかこれぐらいやったらすぐにダイエット成功するだろうとかこれぐらいやったらすぐ持てるようになるだろうこれぐらい勉強したらこれぐらいのいい点取れるだろうっていうふうに思ってるかもしれないけどその期待値が高すぎるからあと人間関係とかでもこの人はこれぐらいやってくれるだろうとかこういう時にこの人は自分を助けてくれるだろうっていうふうにその自分の大事な意思決定とか人生における判断とかを他の人に委ねているから。 まあけど結局人間は自分が一番可愛いわけなんですよね。自分のために生きてくれるのは自分だけなんですよね。だから自分の期待通りに相手が動いてくれなかった。自分の子供が勉強してくれなかった。パートナーが皿洗いをしてくれなかった。だから腹が立つってわけなんですよね。もちろん一人で抱え込む必要はないわけなんですけどただ本当に大事なことは自分がやってそしてその自分の人生にさまつな出来事っていうのを誰かがやってくれたらラッキーぐらいの心構えにしておかないと。 やっぱり誰かに依存して生きているとその自分の足で立つ筋力がなくなっちゃうわけなんですよね。というふうにやっぱね期待値をね高すぎるのに合いましょうって話なんですよ。そして思考停止して作業量を増やすことが正義だっていう日本の古い考え方捨てませんかって話なんですよね。でちょっと誤解を見そうな言い方だったかもしれないですけどこの動画で言いたいのはもちろん努力大事ですよ。 あのやっぱり才能がない人間が努力をせずに他の人間と違う景色を見れるわけないんですよねみんなと同じ道を歩いたところでみんなと,んなと同じ場所にしかたどり着けないわけなんですよで僕たちが天才だったらみんなと同じルートを歩いても他の人よりもぐんぐんすごいスピードで先に行けるかもしれないですよけど僕たちは人生に悩んでいて迷っていてうまくいかないことがあってだからこそ 大惨な自分を変える方法とかいう早口の悪い中身をすっぺらいこと,こと言ってる人間の動画をここまで聞いていただいているわけじゃないですかだから僕たちは自分が凡人だっていうふうに分かってるんですよねだったら行動しなきゃいけないわけなんですよただ思考停止して行動するんじゃなくてあのんだろう自分のやり方を常に模索してアップデートしていくっていうことそして他にいい選択肢はないのかなっていうふうに知識を集めていくこと周りの人たちの話を素直にアドバイスを素直に聞き,聞き入れることとかそういう柔軟な対応力とか 状況に合わせ遠い側面で臨機応変に対応していく力とかその自分はこれしかやっちゃいけないあの自分はこれだけをやるんだ自分の仕事はこれが天職なんやとかじゃなくていやーけど間違ってるなーっていうふうに思ったら引き返してもいいし別の道を探してもいいんですよねそっから。っていうふうにその一元一元孤児じゃないあのなんだろうね頑固にならずに思考的柔軟性を持ちましょうって話なんですよね。で例えばアインシュタインさんの名言で同じことを繰り返して違う結果を望むことを人は狂気と呼ぶという名言があるわけなんですよね。 さあ僕たちはあのいつもと同じような日常を繰り返していて朝から晩まで、まあ、仕事と家との往復しかなくてごく限られた数少ない自由時間を YouTube をだらだら見て過ごすことに使っていませんかで他の人たちと同じように飲み会に行って傷のなめ合いとかしてませんかそんな中でみんなと同じような生活をしてい,てしているただの凡人がさあ5年後10年後他の人たちと違う人生歩めてますかって言われたらそんなことないでしょう。やっぱり 他の人たちと違う生活をしたかったら、他の人たちと違う行動をしなきゃいけないわけなんですよね。で、あのやっぱ成功していく人とか経済的自由になる人とかっていうのは、あの食事とか睡眠とか運動とかをきっちり気をつけているし、あの副業とか本を読んだりとか、やっぱり自分磨きとか他の人がやらないことをやってるわけなんですよね。だから、なんだろうね。うーん。僕たちが成果出ないっていうのは、その皆さんが悪いってわけじゃなくて、そのなんだろうね。<laughs> 繰り返しになるんですけど。 まだ報われてない努力っていうのは成果を伴ってない努力っていうのはまだ努力とは言えないのかもしれないねって話なんですよね。でだから例えば、まあ、人それぞれ才能の違いとかあって僕,僕たちよりも賢い人とか足が速い人とかいっぱいいるじゃないですかただ人間がどれだけ足が速くても車とか新幹線とか飛行機とかより遅いですよね。じゃあ僕たちは この文明の利器とかいろいろ使って目的地にたどり着くためには一生懸命がむしゃらに努力するよりも途中で行き倒れてしまうそうじゃなくて車を使うとかその公共交通機関を使うとかで目的地にたど,目的地にたどり着くって例えば皆さんが「うん何かあるかな、まあ、また副業の話しようかあの副業でなかなか成果が出ないと」とで YouTube をやってるとなかなか成果が出ない動画編集めんどくさいなだったらマインドマップに自分の喋りたいことを 書いいてててそそしれをあの画画面録画で喋っていくとだったら画面を見せているからあの字幕をわざわざつけなくていいやだったりとか動画編集とか作く時間あの減らせるの最悪音楽だけつけていたらいいやサムネイルだけ作ったらいいやっていうふうに動画の編集時間を減らしてこれで投稿することによって投稿頻度を上げることができるぞだったりとかやっぱりねあの好きなことで生きるのってすごい大変なわけなんですよね。好きななこことととの中にも嫌なこととかあるし 面倒なこととかあるしね。皆さんが接客業があのアパアルアパレル店員だったとして、接客業が好きだったとしよう、服が好きだったとしよう。ただやっぱり嫌な客だって来るし、レジ指名とかそのなんか事務処理だったりとか面倒な作業もあるわけなんですよね。だからその好きを仕事にすると失敗するということは科学的に明らかになってるんですけど。 自分はこれ好きだっていうふうに思ってたけど好きの中でも面倒くさいこととかやりたくないことが浮かび上がってくると自分はこれ本当に好きなのかなっていうふうに疑問が湧いちゃってまあ心の炎があのくすぶってしまうというか消えてしまうわけなんですよね。それれれよよりもも自分別に好きでなないけけどここ淡々とと言われたことやるだけなんだんねって人,が人の方が これもっとこういうことを効率化できるよねとかこの無駄な作業を減らせるよねとか自分これ結構好きなんだなとかもう最初,最初の期待値が低い分その中でやりがいを生み出すこととか自分の嫌なことを減らすことにフォーカスできるようになって結果的に長く続いていたことに情熱を持てるようになったりとかするわけなんですよね。っていうふうに最初から自分はこれが好きなんだっていうふうに思うよりもいろいろやってみてあこれ長く続いてんじゃんこれ実は好きなのかなこ得意なのかもなっていうふうに思うことがあの 自分の好きなこととかあの肯定的に好きなこととか情熱が生まれることに変わるかもしれないわけなんですよね。じゃあ僕,は僕たちは何をしたらいいのかというとやっぱり行動することも重要だけどその中でもっと良くするにはどうしたらいいだろうもっと成果を上げるためにはどうしたらいいだろうもっと楽しくやるためにはどうしたらいいだろうっていうふうにあの現状に甘んじないということあの現状の中から何か改善点を見つけるということっていうのがやっぱり僕たちの人生を彩ってくる彩,彩る上で。 あの自分のやりたいことを目標達成する上で自分の人間関係を充実質させる上で重要な考え方なんじゃないのということをお伝えしたかったです。